日本の戦闘機産業は、かつてゼロ戦を作り上げた三菱重工などが尽力しているね。ゼロ戦はかつて日本を代表する戦闘機だったもんね。映画なんかでもよく出てくるし、国民にも最も周知された戦闘機なんじゃないかな？そうだな。関連企業が F1、F2 という国産戦闘機の開発実績なども生み出しているが、アメリカから最新鋭戦闘機を購入するなど、国の事情によって配備される戦闘機が変わる、という状況でもあるぜ。そんな事情の中でも、次世代戦闘機の開発については日本独自の路線で進めようということになり、国内企業を中心としたコンソーシアムが立ち上がり、2035年の収益を目標に作業が進められているみたい。だが、この次世代戦闘機の開発にあたって、日本が大きなトラブルに直面していると言われているな。うんうん。さて今回は、日本が抱えているトラブルの真実、そして次世代戦闘機の開発の今後について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本の次世代戦闘機の開発は、すでに試作機の製作過程に進んでおり、2020年代後半には試作機による試験飛行を積み重ね、2035年の正式採用に向けた量産機の製造ライン設置に向けて、準備を進めることになると考えられているみたい。もちろん、この次世代戦闘機には日本ならではの技術をふんだんに盛り込むことが想定されており、特に注目されているのは窒化ガリウム技術だね。窒化ガリウム技術って何？窒化ガリウム技術は、2022年現在でも多くの電子部品に取り入れられているもので、私たちの生活に身近なところでは、スマホの充電器に窒化ガリウムが採用され、高速充電の実現に寄与しているんだ。そもそも窒化ガリウムを採用することで、急激な発熱の抑制につながるってわけ。つまり、スマホ充電器が充電中に発熱しないのは、窒化ガリウムが発熱を抑制しているわけだね。この窒化ガリウム、次世代戦闘機のエンジン部分への採用が期待されているんだけど、ジェットエンジンは瞬時に高熱を発するため、その際に周辺部分の破損や機器の損傷をもたらす危険性があるんだけど、窒化ガリウム技術を採用することでそれらを防ぐことが可能になると期待されているんだ。このように、日本の次世代戦闘機については様々な新技術が採用されることが期待されているけど、その進捗状況や盛り込まれる技術や兵装について、詳細な情報が漏れ聞こえることはあまりないよね。もう少し情報を開示してくれてもいいのに、と思ったりもするけど、最新技術の漏洩を危惧するなら、なんかよくわからないけどすごい性能らしいぞと匂わせておく方が、中国も北朝鮮もびっくりするかも。そんな次世代戦闘機の開発について、久々に情報がもたらされたのは2022年2月のことだね。2022年2月15日、イギリス国防省が戦闘機用センサについて、日本と共同研究を行うことに合意したと発表したんだ。久々に日本の次期戦闘機開発に関係する、具体的な動きが報じられる出来事であったように思えるよ。今回発表されたイギリスと日本との共同研究は、2022年4月からイギリスのスコットランドで始められる予定とされており、イタリアの防衛産業大手企業の現地法人レオナルド UK が、アーキテクチャを提供することになると思われるんだ。このレオナルド社は、イタリアをそしてヨーロッパを代表する軍需企業で、イギリス関係では共同開発で生み出されたユーロファイタータイフーン戦闘機のレーダー開発を担うなどの実績もあることから、今回の日本&イギリスの共同研究に関与することになったと言われているみたい。日本とイギリスは、レオナルド社が持つ共用作業の経験と経緯から、戦闘機用センサについて先進技術を有するレオナルド社、そしてそのイギリス現地法人レオナルド UK 社を選択したわけだけど、これにはイギリス側の強い事情があったものと言われているよ。イギリスにおいて、今回の共同研究はジャガー、ジャパン&グレートブリテンユニバーサルアドバンスド RF システム通称ジャガー計画と呼称されており、これに用いられるユニバーサル RF センサ技術は非常に高度な索敵能力を実現する、まさに計画の要となる部分であるとされているんだ。ちなみに、レオナルド UK 社によれば、その新型センサは従来のものに比して1万倍以上にも相当する戦場でのデータ収集が可能であるとし、これまでにない超高速で敵を検知することができる能力を発揮するものだと説明されているぜ。日本の次世代戦闘機開発の観点から考慮すると、今回のレオナルド UK 社とのセンサ類、そしてイギリスのロールスロイス社と機関部の共同研究といった相次ぐ共同研究により、欧州の最新鋭技術を難なく手に入れることができ、その結果完成させる次世代戦闘機は、まさに最新鋭の第6世代戦闘機であると期待されているよ。今までの日本における戦闘機開発は、
国産機とはいえども、実際にはアメリカの軍需企業が肝心の部分をコントロールし、いわば現地生産レベルの行為しか認められず、国産と名乗るのは少々歯がゆい部分があったのも事実なんだよね。緊張する近隣国との関係がどうあろうとも、アメリカの意向で2000級の戦闘機や技術しか与えてもらうことができず、1000級の兵器はアメリカ自身が運用する。それで日本を一緒に守ってやるからいいじゃないか。といえば聞こえはいいんだけど、2022年になって国際情勢は急激に変化しているよ。EU や NATO への加入を望んでいたウクライナに対し、ロシアの軍事的圧力が増す事態となっても、アメリカはロシアを牽制するのみで、結果的にロシアによるウクライナ侵攻を許す結果となり、侵攻が始まってもアメリカや NATO はウクライナのために軍事力を行使することはしない。ウクライナは強国の事情に翻弄され、戦争に巻き込まれてしまったと言っても過言でないんだよね。日本は違う、日米安保条約があるじゃないかという人もいるだろうけど、でも、尖閣諸島に中国軍が押し寄せて不法占拠したとしても、沖縄のアメリカ軍は一緒に戦ってくれるのかどうか怪しいんだ。民主党政権になってから、アメリカの関係筋からは尖閣諸島などの領土問題は当事国の問題と言い切られ、日米安保条約の範囲に尖閣諸島を含むのかとの疑義に対しては施政権の及ぶ範囲とはぐらかしているアメリカ。そんなアメリカに国防を頼り切っているだけで、本当にいいのか疑問だよな。だからこそ、今回の次世代戦闘機の開発は、いわば脱アメリカ依存の解消という命題を抱えていると考えるべきだぜ。その点、イギリスがここまで協力してくれる令和の日英同盟が生まれたことは、ありがたいことだと思うよね。とは言いつつも、日本の次世代戦闘機開発には、パートナー企業としてアメリカのロッキード・マーチン社も関する予定となっているみたい。これは、正式な合意と契約締結がやがてなされるとは思うけど、日米安保条約で一緒に日本を守ると決めている以上、兵器の運用や補給などにおいてアメリカと共通理解をしておく部分は必要だし、この関係をキープしておくことも、今の日本にとっては諸般の事情としては理解できる部分だね。そもそも、日本の次世代戦闘機は日本が独自に仕様を定め完全に自国内での単独開発を行うのか、次世代戦闘機の開発に迫られている他国との共同開発を行う、そして他国で開発された戦闘機に改良を施すイコール購入するのか、大きく3つの選択肢があったわけなんだ。2022年2月の時点の状況から考えると、今の日本は単独開発と共同開発の中間を進んでいるように思えるよ。2018年12月に安倍内閣が閣議決定した方向性では、国外関連企業との連携を視野に入れつつ、日本が主導する戦闘機開発を推進するというものであって、自国開発メインの方針を強固に打ち出したものだったんだけど、実際には経済的な合理性までを加味するとその実現が困難である実情が浮かび上がっちゃうんだよね。例えば、航空自衛隊でも導入を始めているロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機たる F-35 ライトニング2は、すでに開発費総額が6兆円を超過しているとも言われ、今後も継続されるアップデートを考慮すればもっとその金額は増えるわけで、日本単独でこれだけの費用を捻出できるのかといえば、正直言って無理であることは間違いないんだ。次世代戦闘機の開発には金がかかる。その実情を理解している国々も増えており、近年の世界的な戦闘機の運用においては第5世代戦闘機の登場は進みつつも、従来の第4世代戦闘機に近代化改修を行い、一部に限定的なステルス性能やレーダーセンサ類を強化することで延命している国々も多くなっているみたい。ウクライナ侵攻が始まるまでの世界情勢は、大きな戦争や紛争が行われることもなく、むしろ戦闘機をはじめとする様々な兵器の延命を行い、開発コストを延命することに終始していた状況だったしな。ウクライナ侵攻によって世界情勢に変化が見られるとはいえ、日本の次世代戦闘機は2022年度より本格的な設計に着手するスケジュールとなっていることは事実だよ。そのことが、日本の国防計画の見直しの契機となり、次世代戦闘機の開発が加速するようなことを期待しているのは、多くの人が思っていることだよね。通称 F3 と呼ばれることになるであろう。日本の次世代戦闘機だけど、なかなか日本独自の技術だけでは世界レベルの戦闘機になり得ない部分もあり、その部分をイギリスやアメリカの力を借りながら補っていく、というのが当面の方向性のように思えるかな。今後、どの程度次世代戦闘機の情報が公開されるかはわからないけど、公開されることで中国や北朝鮮などが多少なりともおとなしくなることを期待しているよ。そして、そのための次世代戦闘機となってくれることを、
期待していようか。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。航空自衛隊小松基地所属の F-15BJ 戦闘機が墜落事故を起こしたことは、みんなの記憶にも新しいよね。この事故により、パイロット2名は残念なことに遺体で発見され、優秀なパイロットを同時に2名も亡くすことになったショックは、かなり大きかったよ。同時に、フライトレコーダーを含む機体のパーツの回収も進んでいるようだが、事故が起きた原因などはこれから分析が始められることになるようだぜ。まず、亡くなった2名の乗員の皆さんに謹んで哀悼の意を捧げたいと思うよ。その上で事故の原因を徹底解明してもらって、日本の国を守る最前線において、パイロットの安全確保を第一にしてほしいと願う次第だね。さて今回は、事故原因の鍵を握るフライトレコーダーの存在と、墜落の原因を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。小松基地は、石川県小松市にある航空自衛隊の基地で、官民共用の空港として運用されているこの空港では、対ロシア、中国、北朝鮮など、荒くれ者国家の領空侵犯などに速やかに対応するべく、航空自衛隊の中でも最優秀のパイロットが配属されると言われているよ。えりすぐりのエリートってわけだね。そして、今回消息を絶った F-15 は飛行協同軍に所属していた機体だったんだ。この部隊は、侵略者を意味するアグレッサーの通称が与えられており、1年を通じて全国の戦闘機部隊や警戒管制部隊を巡回し敵役として訓練、協働を行うことを主任務としている部隊だね。飛行協同軍の機体には、上空で一目見て敵役と判別できるよう、青や緑のカラフルな迷彩や、幾何学模様の識別塗装が施されていることから、見た目もすぐ見分けることができることで有名だよ。何より、アグレッサーのパイロットとしては、全国の基地から選抜された高度な操縦技術を持つ戦闘機パイロットが集結しており、まさに航空自衛隊の中でも精鋭を集めた部隊として運用されているってわけ。事故を起こした F-15 に搭乗していたのは、飛行協同軍の軍司令、田中公使1等空佐52と、同軍の上田雄星1等空尉33で、この時は2人乗りで田中1タスクが前席、上田1尉が後席に座っていたと言われているよ。この時の F-15 は、1月31日午後5時半頃離陸し、右方向に旋回してから数分になる洋上でレーダーから突然反応が消えたとされているんだ。信号が消えた海域において調査を行ったところ、垂直尾翼など機体の主要部分が海中から見つかり、航空自衛隊は機体が墜落したと判断し、乗員の捜索を開始したよ。その後、2月11日午前11時50分頃、海上自衛隊隊員が潜水して海中を捜索していたところ、機体がレーダーから消えたあたり基地から約5キロの海域で1名の遺体を発見し、航空自衛隊のヘリで海上自衛隊の艦艇から小松基地に搬送して身元を確認したとのこと。さらに、2月13日午前9時10分頃、同じ現場海域で海自の隊員が新たに遺体を見つけ、こうしてようやく捜索作業を終えることになったんだけど、この時航空自衛隊は事故調査への影響を理由に、それぞれの日にどちらの隊員が見つかったかは明らかにしていないんだ。優秀な隊員の死を悼む時間もなく、航空自衛隊は引き続き海域において戦闘機の機体等の捜索に当たったってだな。これまでの捜索で、水平尾翼やエンジン排気口、燃料配管などの一部がそれぞれ見つかったんだけど、これらは航空自衛隊が委託した民間のサルベージ船の準備が整い次第、機体を引き上げ、原因究明を進めることになるんだ。以前紹介した、南シナ海でのアメリカ空母艦載機の喪失事故と比べて、比較的引き上げが容易な海域であったことが功を奏しているようだけど、やはり優秀な隊員を2名も同時に失ったことは、航空自衛隊にとって大きな痛手であることは間違いないよね。そして、アグレッサー部隊による訓練等はこの事故以来中止されており、練度の維持にも影響を及ぼすことが予測されているんだ。事故の原因が人為的なものなのか、機体に起因するものかがわからない以上、安全を確保できない状態で訓練を行うことができないという、航空自衛隊の人命第一主義がこのような方針を取っている原因と言えるね。もちろん、
そのことに関して異論はないし、空の先森として懸命に日本を防衛してくださっている隊員の皆さんの命を大事にしていただくことこそ、今は重要なことだと思うんだ。事故の原因の解明も徐々に進められており、2月25日に航空自衛隊はフライトレコーダー飛行記録装置の本体を現場付近の海底で発見して回収したことや、それと同時に F-15 に搭載されていた2機のエンジンも発見され引き上げられたことを発表しているよ。今後、回収されたフライトレコーダーの記録の解析を進めるとともに、海底に残る機体の回収作業を継続するとしているけど、事故において重要な部分の部品などが見つかったことで、事故原因の確定が大きく進むものと期待されているみたい。ちなみにこのフライトレコーダー、本体に付属していた発信機は墜落翌日に回収されたものの、その本体が見つかっていなかったみたいだが、結果的に発見された時には、本来は一体型のはずのフライトレコーダー本体と発信機が分離していたことで、発見に時間を要したとされているぜ。このことについて、航空自衛隊の井筒俊二航空幕僚長が、相当の衝撃が加えられたことで分離されたと推察されると説明しているな。また、エンジンはこれまでに排気口の部品などが回収されていたものの、海中より引き上げられた2機のエンジンはいずれも原型をとどめていたことが分かったよ。大きく破損することもなく、エンジンとしての外観を確保していたことから、機器の不具合による原因ではない可能性が浮かび上がってきているみたい。さらに、現場付近では機体の胴体部分も発見されていて、こちらも墜落原因の解明のために近く回収され、事故原因の解明が進められるよ。航空自衛隊では、今回の事故を受けて、小松基地における F-15JDJ の飛行訓練を中止しているけど、日本の領空を侵犯する恐れのある航空機に対するスクランブルは防衛上必要として事故後も継続しているよ。現在の世界情勢を考えれば当然のことだよね。というのも、小松基地のスクランブル対応は日本国内でもズバ抜けて回数が多く、特に多いのはロシア軍機に対するスクランブルが近年激増しているんだ。小松基地だけで言えば、ロシア軍機の領海侵犯は、中国軍機へのスクランブルに次いで回数が多く、今回の事故直後の2月2日、4日にも続けてスクランブルが発生していることが分かっているよ。この頃といえば、ロシア軍がウクライナ侵攻の準備を行っていた時期であり、日本方面への領空侵犯は、ウクライナ方面の部隊のみならず、全ロシア軍が臨戦態勢にあることからの行動であったことは明白なんだ。防衛省の統計では、2021年4月から2022年1月までの期間における、航空自衛隊戦闘機によるスクランブルは834回に上り、これは2020年度のペースを上回っているよ。ちなみにこの内訳は、中国軍機は606回、ロシア軍機が212回となっているが、2021年11月には中国軍とロシア軍の爆撃機が編隊を組んで飛来したケースもあるなど、その度合いはかなり挑発的であることは間違いないな。この状況下であることを踏まえれば、航空自衛隊としては、東アジアでロシアや中国の動きに対して牽制し続ける必要があり、スクランブルをもやめてしまうことは国防上許されないってわけ。2021年12月、亡くなった田中市沢読売新聞の取材に対して、戦闘機1機の持つ戦力は、航空優勢のみならず、戦闘全体に多大な影響を与える。戦える部隊を作りたいと語っていたよ。ただ、空自の各部隊はスクランブルなどのみ任務に追われていることも認識しているとし、戦技戦術を底上げする余力がなく、一方で周辺国は航空機、パイロットの能力が上がってきていると危機感も口にしていたんだ。そのことを踏まえて、アグレッサーとしての活動をしっかりと行いたいと、プロのパイロットとしての矜持を語ってくれていたんだよね。現状をしっかり理解していて、向上心のある人だったんだろうね。田中一タスクが言っていたように、戦闘機の数で日本は中国に水をあけられていることは事実なんだ。国土の周囲を海で囲まれている日本の防衛には、航空優勢の確保が不可欠であり、その鍵を握るのは、レーダーや通信ネットワークを向上させた第4世代戦闘機や、ステルス性を備えた最新の第5世代戦闘機が必要不可欠であることは、もはや誰も否定することはないよね。とは言いつつも、航空自衛隊が保有している戦闘機は313機2021年3月末現在なのに対し、中国軍は1146機に上り、これは2001年の90機だった時に比べても12倍に増えていて、さらに増強を進めているのというのだから、かなりの難敵であることは間違いないよ。かといって、いきなり中国が日本本土を爆撃することはない。むしろ、北
基地があるから戦争が起こると左翼系活動家などは日本の軍事行動を批判するけど、憲法9条が日本を守ってくれるのかな？ならば、ウクライナに憲法9条があれば、ロシアは決して侵攻をしなかったのかな？その答えは、良識的な思考と一般常識を持ち合わせている皆さんであれば、わかるはずだよな。今回の事故の原因について漏れ聞こえるところによると、バードストライクや整備不良からのエンジントラブルとも言われているようだけど、原因を追及すると、そのために誰かが責任を負うことにはなるけど、日本の領土を守るため懸命に頑張ってくださっている隊員の皆さんの命は、しっかりと守っていただきたいと、心から思うね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いよいよ日本の防衛対策もアニメみたいな世界になってきたな。アニメの世界って、まさかとうとうロボット兵器の登場とか？違うわ、レールガンだよ。レールガン、レンジ砲ってやつだよ。レールガンってマジでアニメの世界の話じゃないか。そうだよ、日本の防衛省が本気でレールガン開発に乗り出してるみたいなんだ。レンジ砲レールガンなんて本当にアニメの世界の話だよね。このレールガン開発は中国や北朝鮮のミサイルに対する対抗策なんじゃないかと言われてるんだ。でもレールガンってアニメでは見たことあるけど一体兵器としてどうやって使用するんだろ？なんか女の子がビリビリってなって指でコインを引くみたいな。想像つかないや。もうやめろ。でもプラスクは知らないけど原理的には合ってるんじゃないか。そうだね。現実世界ではあまり馴染みがないレールガン電磁砲の原理や開発段階、使用用途などについて見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。電磁砲レールガンなんてアニメの中だけの世界だと思ってたけど、防衛省が本気でレールガン開発に取り組むみたいなんだ。2022年度の予算案では65億円もの開発費を投入。この開発費の金額で日本の本気がわかるよね。各国の軍事評論家の間でも驚いていたようだよ。レールガン開発なんて世界でもあまり聞かないよな。日本が先駆け的な存在になっているってことなのか。これだけの予算を突っ込むってことは、もうほとんど完成の段階まで見えてるってことなのかな？実際にはどの段階まで開発は進んでいるのさ？日本政府が公表した2022年度防衛予算案には電磁力で弾丸を超高速かつ長射程で、低コストで連続で発射することが可能になるレールガンの研究にこれだけの予算を組み込んできたことが明らかになったんだけど、防衛省陸上装備研究所の中にある弾道技術研究部ではすでにレールガンの研究をかなり進めていたようで、2022年からは、さらにそれを進化させていこうとしているそうなんだ。それじゃあ、もう大方レールガンが完成してるってことなのか。65億円の予算がそれをさらに軍事目的に進化させるための予算ってことなんだな。レールガンの研究については、防衛省が2016年には10億円の予算、2017年には21億円の研究開発費計上して、レールガンの試作が行われていたんだよね。当時の実験では秒速2000メートルもの高速で対象物を飛ばせる実験に成功していたそうなんだ。マッハ 5.8 に相当する発射された金属は、どれだけの威力を発揮するんだろうね。今までは弾頭を発射しようと思えば、火薬や爆薬などを大量に消費しなければならなかったんだけど、レールガンなら火薬を使用せず金属を打ち出すことができるんだ。ちょっと待てよ、火薬や弾薬を使用しないってことは、発射した金属が熱感知されずに目標物に到達できるようになるってことだよな。なかなか恐ろしい可能性を秘めた兵器になるよな。火薬、爆薬を使わずにそれだけの速さで飛ばせるんだもんね。敵にも気づかれにくいよね。でもよ、これだけの兵器なら、世界一の軍事大国アメリカならトップに目をつけて開発してたんじゃないのか。レールガン開発に関しては、もちろんアメリカも以前から取り組んでいるよ。すでに多くの実証実験が行われていて成果も出しているようだね。その実験の結果として、マッハ6で射程200キロの発射に成功したという記録があるんだ。さすがはアメリカだな。当初は総合電力システムが採用されていて、レールガンに電力を供給することが可能な、ズムボルト9駆逐艦に搭載する方向で研究が進められていたようだよ。2010年には約10キロの砲弾をマッハ8で発射することに成功していて、2016年にはその試作機を高速輸送艦ミリノケットに搭載して実証実験をさらに進めていくと発表されたんだ。でもその試作機に関しての情報はその後途絶えてしまってるんだよね。ただ陸上での兵器としてのレールガンの開発は進められているようで、秘密裏に試験は行われているようなんだ。アメリカが最新の兵器を開発していくのはわかるんだけど、なんで日本はこのレールガン兵器にそれだけ力を入れてるの？そうだよね。
基本はアメリカが新兵器を開発し、それを日本が買って導入していくのが普通だと思うんだけど、防衛省がレールガン研究に力を注いでる大きな理由は、ロシアや中国、北朝鮮の脅威に対抗するための兵器として考えられてるんじゃないかな。中国やロシアはすでに音速兵器の開発には成功しているようだからね。それだけじゃなく北朝鮮までもが極超音速兵器の発射実験に成功しているからね。日本としてはこの脅威をそのまま見て見ぬふりしておくわけにはいかないからね。やっぱりこの3カ国が大きく関係してくるんだな。北朝鮮なんかは頻繁に発射実験を繰り返して威圧してきてるからな。対抗策は必須だよな。中国では2020年に極超音速兵器の発射実験を行ったみたいで、日本とアメリカの両政府の分析では、かなり命中度は上がっていて、中国の精密誘導技術が飛躍的に向上してきてことが判明したんだ。そしてロシアもこの分野においてはかなり技術が進んでいて、2019年には極超音速滑空体アバンガルドを実戦装備していて、2021年には水上艦から極超音速巡航ミサイルの発射実験を行い400キロ離れた標的に命中させることに成功したそうなんだ。中国もロシアもそんなに進んでるんだね。いくら日本がアメリカンの同盟国だとしても安心できないよね。そして北朝鮮も2021年に極超音速ミサイルの発射実験に成功したと発表したんだ。2022年に入っても報道で知ってるとは思うけど、連日発射実験を行い成功をアピールしてるよね。これは実戦で使える兵器として完成しつつあると考えてもいいと思うよ。アメリカも日本のレールガンの実戦配備に向けて進んでるようだが、レールガン開発もそんなに簡単だったわけじゃないんだよ。もちろんそうだね。自国の防衛において極超音速で飛行してくる敵国のミサイルに対して既存のミサイルだけでは限界がある。そこでこれらを本土に到達するまでに撃ち落とせる可能性が高い、超高音速で長射程のレールガンに注目が集まったんだよ。レールガンで使用する弾頭は、対空ミサイルと比べて安価でしかも連発も可能だとされているので、一度に多数のミサイルを撃ち込まれても、対応が可能とされてるんだ。でもレールガンの開発において解決するのが難しい問題もあったんだ。一つは日本のレールと弾体が接触しておかないといけないから。高速で発射する上で強大な摩擦力が発生するんだ。これによってエネルギーのロスが大きいことと、摩擦による高熱の発生をどう抑えるかだね。もう一つの問題は、強力な磁場を発生させるのに大電流を供給しなければならないため、それだけの電力をどうやって生み出すかだね。やっぱりこれだけの兵器を開発するのには大きな問題も出てくるんだね。でも日本は他国よりも開発費が少ない中でも、現時点では最先端を走っているんじゃないかと言われてるんだよ。実際に一部の軍事専門家の中ではアメリカよりも日本が高性能なレールガンを開発するんじゃないか、という見方もされてるんだよね。そこは技術力の日本の腕の見せ所だな。開発者には頑張ってもらいたい。いろいろな見方があるんだけど、開発費はアメリカには遠く及ばないんだけど、アメリカが実用化に進んだ時に、それに関与できるように日本独自の技術やノウハウを持っておく必要がありそうだよね。団体の素材開発においては日本の民間企業が持つ優れた技術とノウハウが活かされるだろうし、海上自衛隊の搭載したリチウムイオン蓄電池の技術により、より小型で高性能な蓄電池開発で大電流供給の問題もクリアしてもらいたいと、願うよね。今まではアニメの世界だったレールガンが、実際にお目見えするのはそんなに遠い世界ではなさそうだね。今後の日本の開発現に期待だな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の豆知識コーナー、待ってました。今回の豆知識は、動物だよ。白ヤギさんと黒ヤギさんの歌があるのはみんな知っているよね。白ヤギさんと黒ヤギさんは手紙を読まずに食べるっていう内容なんだけど、実はヤギ紙食べるとお腹壊すらしいんだよね。つまりあの2匹のヤギはお腹壊しまくってるなわら。考えるだけでもあいつらの M だな。とまあ今回は動物編でした。また見てくれよな。いつも見てくれてありがとう。ありがとう。ねえねえ。ありがとう。ねえねえ。ありがとう。ねえねえ。ありがとう。ねえ、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 ねえ。
F-35 ライトニング2は、米国のロッキード・マーティン社が開発生産している第5世代ステルス戦闘機だね。米国は戦闘機の開発において頂点に君臨していると言っても過言じゃないもんね。全世界で1000機以上の導入が見込まれているからな。ちなみに西側のベストセラー戦闘機としては、第3世代戦闘機で F-4 ファントム、第4世代戦闘機は F-16 ファイティングファルコンで、第5世代戦闘機としては、この F-35 ライトニング2がベストセラー戦闘機になるであろうことは確実だね。ということで今回は、そんな F-35 ライトニング2の量産が全世界で本格化していることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。F-35 ライトニング2だけど、ロッキード・マーティン社より2021年度の総生産数が発表されたよ。2021年度の生産数は世界で142機となっていて、この中には、航空自衛隊向けの F-35A も6機入っており、ステルス戦闘機としては初の大量生産体制が敷かれた戦闘機でもあるんだ。日本は2021年までに A 型通常離着陸型を47機、B 型短距離離陸垂直着陸型を8機調達するための予算を執行しており、2012年より開始した調達予算の執行だけど、2021年までの9年間で A 型及び B 型の両タイプ合わせて、1兆2000億円近くの調達予算が計上されているよ。そして、日本は現状では全部で147機 A 型105機、B 型42機を調達する予定となっており、F4EJ 改善機退役と F15JDJ の初期型をすべて F35 に入れ替える予定みたい。このように F35 ライトニング2は、現在、米国の同盟国や友好国で導入が進められているんだけど、おととしの2020年度は世界的なコロナウイルス感染拡大の影響で工場の稼働率が低下し、F-35 の生産数の鈍化が指摘されていたけど、2021年度は工場の稼働率も上昇し、生産数が拡大してきているよ。F-35 ライトニング2を生産する工場は、現在のところは、米国テキサス州にあるフォートワークスにある工場、イタリアのカーメリにある工場、日本の愛知県西春日郡富山町になる工場の3カ所となっており、これらの工場は FACO 最終組み立て検査施設と呼ばれているんだ。日本にある FACO は、三菱重工名古屋航空宇宙システム製作所の小牧南工場が指定されており、この工場では2015年12月より F-35A ライトニング2の生産工場として稼働を開始し、航空自衛隊向けの A 型機体の製造を担当しているよ。小牧南工場では、ノースロップグラマン社とロッキードマーティン社、BAE システムズ社の各社で生産して送られてきた機体各部の部品から機体本体を組み上げて、日本の IHI 社でライセンス生産した機関部ジェットエンジンを取り付けることにより、F-35 を製造しているってわけ。小牧南工場では、部品の製造は行っておらず、世界各地の工場で製造された部品や機器を組み上げることにより機体を製造するため、FACO 最終組み立て検査と呼ばれているぜ。そして、この小牧南工場の年間製造可能数は6機となっており、この6機という機数は、防衛省が予算化している年間調達機数から来ているな。そして、その小牧南工場へ納入するジェットエンジンをライセンス生産している IHI 社だけど、同社は相馬及びクレ島にある同社工場で部品の製造を行い、東京の瑞穂工場にてジェットエンジンの最終組み立てを行っているよ。IHI 社は、F-15J イーグルのジェットエンジンもライセンス生産した実績があり、次期戦闘機として開発中の次世代第6世代戦闘機のジェットエンジンの設計開発も担当している、日本最大のジェットエンジン製造メーカーだね。この IHI 社が F-35 用のエンジンの生産と今後の定期的なメンテナンスの対応を行うものと思われるんだ。このように日本の FACO 小牧南工場は、年間生産数が6機となっており、2021年も計画通りに6機の F-35A ライトニング2の最終組み立て及び検査を完了させているよ。ここから判明することとして、2021年の F-35 の全世界での生産数は142機だから、残り136機の生産は、米国とイタリアの2カ所で行われたということであり、他に工場の生産数は日本とは桁違いの規模であることに驚かされるよね。この F-35 の導入を2020年までに進めている国としては、米国、日本、韓国、シンガポール、英国、イタリア、ノルウェー、オランダ、ベルギー、デンマーク、ポーランド、イスラエルなどがあり、これらの国の機体を2021年に生産していたことになるぜ。このように多くの国で導入が進んでいる F-35 だけど、2021年にも導入を決定した国は増え続けているみたい。
2021年は、スイスが通常離着陸型 A 型を36機、フィンランドが同型機を64機、導入決定しているからね。他に検討中の国としては、カナダ、ギリシャ、スペインなどがあり、特にカナダについては、88機の導入を検討しており、F-35 の大口導入国となる可能性があるんだ。カナダは、現在、FA-18 スーパーホーネットとグリペン E と比較検討をしており、2022年中に最終判断がなされる予定となっているよ。そして、このカナダ以上に F-35 の導入を検討していた国があるんだ。カナダ以上、すごい大口の導入だね。それってどこの国なの？それはトルコだね。トルコは F-35 の A 型を100機以上導入する計画を持っており、機体の部品製造まで手掛けていたんだ。しかし、トルコは米国の反対を押し切りロシアから S-400 地対空ミサイルの導入を強行したため、F-35 の導入計画は2018年に米国が凍結している状況だね。そうなんだ。アメリカを差し置いてロシアを選んだんだね。トルコは2008年よりトルコの首都アンカラにあるトルコ航空宇宙産業 TAI にて、F-35 の機体部品の製造を手掛けているよ。そして、機密事項の塊であるステルス戦闘機の部品製造を行う国が、仮想敵国であるロシアの兵器を導入することとなったことから、米国内で機密情報の流出が強く懸念される事態となり、米国はトルコに対して、ロシアから S-400 地対空ミサイルの導入を行うことに強く反対したってわけ。しかし、その反対を押し切り S-400 をトルコが導入したことで、2019年7月には、F-35 の引き渡し中止とトルコへの部品製造委託も中止される事態となっているんだ。米国内ではトルコへの制裁には反対意見も多くあったぜ。それは、トルコ航空宇宙産業 TAI の工場で生産している F-35 の部品総数は900点余りにも及ぶ多岐にわたるもので、これを代替するには時間を要することもあり、量産体制にある F-35 の生産に大きく影響を及ぼす懸念があったからだな。しかし、米国としてはトルコがロシアへ接近することは絶対に容認できない事態であり、これまでトルコを支援してきた米国としては、トルコの裏切りとも取れる行動に対して何の対応も講じないことはあり得ず、最終的には制裁を実施することとしたってわけ。近年、米国とも友好関係のあったトルコ、ロシア製兵器を多く導入してきたインドなどの新興国家は、元来、米国派かロシア派かの二択であった選択肢のほか、第三の独自の選択肢を行使することも増えており、これまでの米国圧倒的優位な世界情勢に変化の兆しもあるみたい。こうした F-35 の導入を検討している各国の不確定な動きは、中東最大の国家であるアラブ首長国連邦も同様であり、2017年頃、アラブ首長国連邦は F-35 の導入を前向きに検討していたんだ。これは、同国が長年敵対関係にあったイスラエルとの国交樹立を宣言し、イスラエルと友好関係にあった米国との関係も改善方向に向かったため、2021年1月に F-35A を50機導入する方向で、トランプ政権下の米国とアラブ首長国連邦間で契約の締結がなされたってわけ。しかし、トランプ政権からバイデン政権へと政権交代がなされた後、バイデン政権はアラブ首長国連邦が行ったリビアやイエメンへの爆撃を理由として、2021年12月には F-35A の同国への輸出は中断されるに至っているよ。このように F-35 の導入を希望しながら、米国の意向で導入がなされていない国は他にもあり、それは日本の隣国である台湾もまたしかりだね。台湾は、経済的にも軍事的にも強大化し、領土的な野心を隠そうともしない中国とは対立関係にあり、この中国に対抗するために高性能な第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2の導入を米国に強く希望していたんだ。しかし米国は、中国を強く刺激することに対しては及び腰であり、特に台湾への最新鋭戦闘機の輸出は、中国が過剰な反応を示して不測の事態に発展する可能性や、台湾の親中派による中国への F-35 のデータに関する情報流出の危険性もあることから、米国は台湾への F-35 の輸出を拒否し、第 4.5 世代戦闘機である F-16 ファイティングファルコンの最新型の輸出に止める対応をしているよ。考えなしに輸出するわけにもいかないもんね。いろいろ難しいな。米国は対中国に対する対決姿勢を鮮明にしており、米海軍を中心として対中国を念頭に置いた戦力整備計画を進めているからね。しかし、
現状、米国内では中国は台湾への武力侵攻を成功させるほどの戦力を有してはいないという判断が大勢を占めており、それが F-35 の輸出を承認しない一因でもあるようなんだ。それでも米国政府としては、中国の巨大化に大きな危機感は持っているため、今まで輸出を躊躇していた第 4.5 世代戦闘機については輸出承認を行っており、これまで F-16 の初期生産型を輸出していたのが、今回、最新型の輸出を決定したことからも米国政府の中国に対する警戒感が現れていると言えるんじゃないかな。このように台湾軍の質的優位を確保するために米国は中国を刺激しないよう慎重に兵器の輸出を行っているけど、もし、米国が台湾 F-35 などの最新鋭戦闘機を輸出することになれば、それは、中台間の緊張が非常に高まってしまった状況であるということになるね。そうなれば、日本への影響も無視できず、台湾の現有戦力の増強は日本としては歓迎できるものの、F-35 が台湾へ輸出されるほどの状況というのは、日本として歓迎はできないものであると思われるよ。このように世界的ベストセラー機となる要素が多くある F-35 ライトニング2だけど、米国と各国の思惑が複雑に絡み合い、一筋縄ではいかない状況も多く発生しているってわけ。日本も F-35 ライトニング2の大量保有ユーザーだけど、かつて F-22 ラプターを導入しようとして失敗した失態を繰り返さないためにも情報管理保持の徹底と対中国及び対ロシア、対朝鮮を念頭に置いた十分な防衛体制の構築と平和維持に努めていただきたいものだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2021年10月14日、白鯨潜水艦の進水式及び任命式が開催されたね。毎年潜水艦の進水式を行う計画があるそうだが、今回は太平型2番艦の進水式となったわけだな。親潮型潜水艦はまだ現役で活躍中だし、レベルは中国潜水艦より上だから、まだまだ職務遂行は可能な潜水艦だよね。どうするんだろ？あえて言えば、中国の侵攻に脅かされている台湾へ売却という道もあるのかもしれないが、そんなことをしたら国際的に物議を醸し出しそうだもんな。難しいところだよね。さて今回は、この白鯨潜水艦の進水式と新しい性能について紹介したいと思うよ。それじゃあ行ってみよう。海自の最新鋭通常動力型潜水艦太平型2番艦の進水式が川崎重工業神戸工場で行われたよ。名前は海の生物クジラにちなんで白鯨と付けられたね。この名前については以前から推理する人が多かったみたい。太平型潜水艦のネームシップはやはり太平で、旧帝国海軍の潜水母艦太平後に空母雄峰という名前だったから、今回の2番艦は同じく潜水母艦神鋭課長鋭になるのではないかと予想されていたとか、しかし海上自衛隊内で募集が行われ、かつて軍艦の名前として使用された実績のない白鋭に決まったってわけ。余談だが、日本は捕鯨大国として世界トップの漁獲量を誇っていた時期があったぜ。捕鯨は江戸時代にも盛んで、肉はもちろん、骨から皮、油まで全てを利用していたんだ。クジラが日本人の生活に溶け込んでいた時代が確かにあったってわけだね。ところが外国がクジラに目を付けるようになると、クジラの数が減っちゃうんだよね。外国の人はもっぱら油を利用しただけで、他のものは廃棄してしまったから、近年、クジラをそんな使い方をしていた外国が捕鯨は残酷と言い出し、商用捕鯨を禁止に追い込み、今や調査捕鯨に関してもことあるごとに難癖をつけてくるのは皆も知っているよね。おかげで、和歌山県の太地町や宮城県の女川町など捕鯨で生計を立てていた町の人たちは、生計の道を変更せざるを得ない状況になってしまったんだ。いずれにしてもそういった歴史があるからなのか、世界最大の哺乳類ということもあるのだろうけど、日本人はクジラが好きなんだろうね。話を戻すと、白鯨は進水式後も川崎重工神戸工場で約1年の偽装工事を行い、2023年3月、海上自衛隊潜水艦として就役する予定と言われているよ。一番艦太平はこの川崎重工業工場の近くの三菱重工業神戸造船所で建造されたんだ。来年2022年3月に就役することになっているから、これによって海上自衛隊の潜水艦は防衛大綱に定められた22隻体制になるってわけ。今後は太平型が就役するたびに旧型の親潮型潜水艦が随時退役していくことになるんじゃないかな。太平型潜水艦は、前型の双竜型とほぼ同サイズだけど、
静粛性に優れていると言われているね。その静粛性をよりアップさせるために浮き課題を採用しているみたい。艦内の甲板を外角から浮かせることによって、乗組員の足音までも低雑音化し、対衝撃性もアップさせる構造になっているんだって。また外角には双流型で実績がある音波吸収材や反射材などの装備をより発展させ、最適化しているから、逆探知を防ぐ能力もかなり向上しているらしいよ。舵としては、双流型にも使われている X 舵を使用しているね。この X 舵は潜水艦の舵としては長所が多く、水中でも機動性が保たれるんだって。この潜水艦は複利構成の面でも充実しているんだってな。以前は潜水艦へは女性自衛官を配置するには制限があったらしいが、ジェンダーフリー時代というわけか、この制限は解除されたぜ。それに伴って艦内居住空間内にパーティションを置いて女性用の区画を確保しているらしい。もちろん女性専用寝室やシャワー室なども整備されたみたいだな。時代に合った潜水艦ってわけだね。そうだね。そして、何より日本独自の潜水艦建造技術として、水中での動力源にリチウムイオン蓄電池を採用したことが太平型の大きな特徴と言えるよ。リチウムイオン蓄電池は鉛蓄電池と比較するとエネルギー密度が高く、高出力を長時間維持できる性能があり、繰り返し放充電回数も 1.5 倍以上、充電が満タンになるまでの時間も短縮されたという特徴があるんだ。こういったメリットは潜水艦を運用するには有利な点が多いことは言うまでもないよね。鉛蓄電池と違って水素ガス発生の危険はないから、乗組員を守ることができるとあって、簡単に言うと良いことずくめというわけ。リチウムイオン蓄電池は世界に先駆けて、双流型11番艦を OU と12番艦投入に採用されたんだ。その性能と安全性は確認済みということだね。と言っても双流型はもともとディーゼルエンジンと非待機依存推進システム AIP であるスターリングエンジンを搭載し、水中で鉛蓄電池を使用する方式だったから、OU、投入ではスターリング機関を外したけど、リチウムイオン蓄電池の性能を十二分に発揮させる設計にはなっていなかったんだ。スターリングエンジン用に設計されたわけだから、リチウムイオン電池とは構造が異なっていたんだろうね。その点太平型は設計時リチウムイオン蓄電池を搭載する予定になっていたから、性能を最大限に引き出すことができると思われるよ。太平型は給排気効率を高めるために設計された新しい高性能シュノーケルマストが装備されているので、短時間でリチウムイオン蓄電池への充電が可能になるんだ。その結果、スターリングエンジン搭載の双流型より充電時間は短縮され、かつ長時間の高速潜航も可能になったってわけ。それだけではなく、太平型潜水艦にはこの他にも最新開発テクノロジーが盛り込まれているんだよな。光ファイバー技術を利用した高性能ソナーシステムを設置したことで敵艦探知能力が向上したし、DCM トーピードカウンターメジャーと呼ばれる潜水艦魚雷防御システムなども装備されているらしいよ。兵装としては艦首上部に6門の 533mm 魚雷発射艦が装備されていて、89式超魚雷とハープーン対艦ミサイルが発射可能となっているんだ。太平型潜水艦は現在5番艦まで建造予算が計上されているんだけど、この先も年に1隻の計画で建造される見込みだよ。当面は前述の通り、親潮型潜水艦を順次退役させながら太平型を追加して、合計22隻体制を維持していく方針とされているんだけど、親潮型潜水艦は海事では旧式扱いとなっているものの、世界レベルで見るとまだまだ1000級の通常動力型潜水艦なんだ。中国の原潜と比べても作戦場面によっては引けを取らないと推測されるね。そんな潜水艦をこのままむざむざと退役させて解体してしまうのはあまりにももったいないので、予算が許すのなら稼働可能の状態で保存しておいて、一朝有事の際には現役復帰措置を検討してはどうかという意見があるみたい。または、他国に渡せない機密部分のシステムやパーツを無難なものに置き換えて、東南アジアやアフリカ諸国など自力で潜水艦を開発建造することができない国に輸出して、外貨を稼ぎ少しでも新艦建造経費の足しにするという柔軟な対応も検討しておくべきではないかと思われるよ。おそらく親潮型潜水艦は、某隣国の信頼性が怪しい潜水艦よりは高性能だろうから、軍備をこれから備えようとしている後発国からは我も我もと大モテになるに違いないんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日のテーマはみんなもよく知っているお茶についてだよ。確かにお茶って毎日飲むよね。お茶には様々な種類があるよね。代表的なので言うと、紅茶緑茶ウーロン茶だな。
その茶葉なんだけど、実は同じ茶葉からできているんだ。そうなの?そのお茶たちは何が違うのかな?実は発酵度の違いで分けられるんだ。緑茶は不発酵茶、ウーロン茶は半発酵茶、紅茶は発酵茶に分けられるんだ。発酵具合が違うと、味や香り、色以外にも、お茶を入れた際に抽出される成分も変わってくるらしいよ。なるほど、だから味も香りも変わるんだな。ちなみにほうじ茶は何のお茶の種類だと思う?色的に言ったら、ウーロン茶かな?実は、緑茶の種類なんだ。そうなの?なら発酵してないんだね。それがね、全く発酵させないんだ。全く、わからなくなってきたぜ。まあまあ、そう言わず最後まで聞いてくれよ。その製造方法は、焙煎しているんだ。なんかお茶によって色々な方法で作られるなんてお茶も深いね。そうなんだ。なら今日の雑学は終わりだよ。また見てね。おい、お茶。何言ってんだよ。